ブエノスアイレスですね。そこまで向かいます。ラウンジはね、こんな感じです。ガイド誰？いや、ガイドは僕らの使ってるガイドが。ああ、違う、はい、ガイドのとこじゃないか、はい、ブレジンとこじゃないか、はい、ね、こんな感じです。マサさん、仕事してます。また、まだカタログ作ってる。去年と同じ風景を見てるんです。去年もカタログを作っておりました。去年もカタログ作やってましたね。焦って入稿して、はい、シップ紙みたいなの作っちゃいました。でっかいサイズになりましたね。ブエノスアイレス到着。南米10日ぶりぐらいですね。次は国内線で、エルカラファタまで行きます。天気はちょっと良くないですね。でも20度以上あるでしょうね。やっぱりね、あのエコノミーがダメだ。途端に違う。辛かった。まあ、あれダメだよ。だったって。あ、そういう場所だったの。はい。あ、そうだ、ここ長いんだ。キングサーモンだけ一生懸命釣ればいいという感じかな。で、キングサーモンの釣りにまた去年に引き続き来たのはパトニア船っていう10フィートの竿の完成のためですね。こればっかりはね、やっぱりキングサーモンの30キロクラスをかけて完成としたいなと
でパタゴニアっていう名前も冠しているの で撮影も前回来た時はコスメがなかったんですよ。なので今回コスメがあるものでちゃんと撮影したいっていうのが目的かな。ただね、この10フィートの竿がすごくコストが高くてちょっと高価な竿になっちゃうかなって感じですね。4か、どれくらいですかね。だいたい今まで出したジェットセッターが5、6万なんですけど、7万ぐらいになるかもしれないですね。だから本当に好きな人の竿っていう感じになると思いますけど、ただ10フィートクラスでパックロットになるものってほとんどないので、まあみんな楽しみですね。でしかもしなやかで柔らかくて曲がる竿なんで、面白がってもらえるかなっていう竿になるかなと思います。また向こうでこの GoPro でその釣りしてる様子とかちゃんと釣れればキングサーモンを釣っているところも見せられるかなと思うので楽しみにしてください。
でかそうですね。どれぐらいだろう。巻いてすぐ組みましたよ。あ、ボトム。ボトムから。ボトムにまでつけて。そう。下がっちゃった、下がった格好でロックがあるか。なんで？Friends are still talking about drugs, saying feels like heaven come and feel like us. All my friends are out drinking us dry, staying up till seven, still on a bus. I wanna taste the honey, it feels like it's real, but I can't be sure. Now my eyes are bloody.There are losing their minds behind the closed doors. There's plenty to hide. It never ends, and they never know why. Why they still wake up unsatisfied? We're all waking up unsatisfied. I want to taste the honey.おそらくね、巻き始めで食ったんだと思います。で、昨日食った瞬間水面出て跳ねました。あ、本当だ。すごい。ここ出て跳ねやがって。そう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 。と一緒に写してもらうな。My heart goes deeper than my mind, sees farther than my eyes.Than my ears, peeps as you draw near. Ooh, true love never forgets, so fill my heart, fill my head, fill my bones, fill my breath. Let us have a life that never forgets.
my heart goes deeper than my mind, sees farther than my eyes. Ooh. My heart hears better than my ears, beats as you draw near. So fill my heart, fill my head, fill my bones, fill my breath. Let us have a laugh that never forgets. でかいでかい。めっちゃでかい。わお。20キロ？もう。もう。もう。30キロ？20キロ超えてる。Yes. Up to 20. え、何キロ超えてる？ Up to 25. ああ。いや、25ぐらい。やった。すげえ。すげえ。大物釣りじゃん。おめでとうございます。ありがとうございます。Well,
すごいこの川。わお。すごい。太っ。At the moment, I'm free from living lies, free from my own deception, headed the right direction. I walked through the fields of might. I thought I'd find a shelter in you, a perfect sky.Doors open, doors close, and my heart again. Wonder how long it'll take till I kill the pain. Your walls between us keep me far away. There's no way back. Your heart is full of pain.入ってもいい。はい。ああ取れる取れる。パパはパパ
色がね、赤いね。大事な時に。やりました。これすごい写真だ。イエーイ、イエーイ。こう無理だ、無理だ、無理だ。よし、 YouTube に載せます。はい、おめでとう。はい、うわっ。いい、十分撮った、十分撮った。最高だった。ゆうりはそうなるんですよ、そうなるんですよ。撮っとかないと。よかった。ありがとう。 Thank you。 いやー、よかったね。Thank you.
ほぼ全日程終了しまして、あとね今日半日と明日の半日があるんですけど、もうちょっと風が強いので私は出撃せずこの動画を撮ってます。で、まあ、使った道具をちょっと紹介したいなと思って、カメラね使ってたカメラですね。まずロッドから。ロッドはこの、パタゴニア1000という去年30キロを取ったプロトロッドをこうずっと熟成させて、まあ、あれからちょうど1年ということですね。今度はコスメもして完成した竿なんですけど、まあ、今回去年使った竿をだいぶ変えまして三調子持ってきたんですよ。でそのうちの、二調子が非常に良くて、二調子のうちの1本で今回2本釣りました。で1本が、119センチ長さ119センチで胴回りが67センチですね。で推定25キロ、まあ現時点で、今季最大というキングサーモンのオスを取ることができたのがこのパタゴニア1000という竿です。でこの竿は5本継ぎで10フィートで、名前はパタゴニア1000、まあ、10フィートなんで10フィート0インチを表記すると、10.00 になるのでパタゴニア1000としたと。で、まあ、大遠征大遠投する竿というイメージでパタゴニアで主に鍛えた竿という感じですね。で、まあ、コンセプトは軽いルアーも重いルアーもちゃんと背負えてロングキャストする、あとは40キロクラスのまでの魚、まあ、50キロまでもいけると思うんですけど、それぐらいの魚も取ろうという竿なんですけど、まあ、キングサーモン専用っていうわけではなく、かなりねバットは強いんだけどジェットセッターの特徴である柔らかいしなやかであるっていうところをやっぱり考えて作った竿なんで、例えば対面糸釣りだとか、まあ、トラウト系全般使えますよね。これおかっぱりだとレイクから川本流まで使えるかなと思うんですけど、あと考えられるのは何でしょうね。例えばサーフで海の魚全般ヒラメとかコチとかそういう類を釣るのでもいいし、ヒラスズキにも使えるんじゃないかなと。もちろんマルスズキシーバスにも使える。でも何用っていうふうには言わないのがこのジェットセッターの特徴なので、これはもう使う人が考えてその用途を考えてもらえばいいかなという竿ですね。非常にねコスメもすごく細かく入れて美しい竿ですね。光の加減では黒に見えたり茶色に見えたり、あとは光に透かしたようにこう見ると紫色が出てくるという竿です。で冒険 ABC であるアドベンチャラスブレイブクリエイティブという言葉が入ってたりだとか、パタゴニアと名前がついてますけど、ブランドのパタゴニアではなくてこの地名のこの地域のパタゴニアっていう地域のパタゴニアですよね。でパタゴニアこの辺りちょうどね化石が非常に多いんですよ。歩いてるといろんな化石に出会うんですけど、恐竜の化石も出たりするんですけど、パタゴニアの、このロゴの横に、首長竜の絵が入ってます。でこの竿先、これねパタゴニアでね
風が非常に強い場所ですけど、今回も風が強くて大変な思いをするんですけど、こうくじけそうになるんですね。その時にこの竿先に Against the wind and the monster タイプと、風と怪物に立ち向かえというふうに入っている竿ですね。で、竿にこういうメッセージが入っていると、ちょっともうちょっと頑張ろうかなっていう、こう気持ちになったりするんで、まあ、モチベーションであったりデボーションであったり、そういうところを喚起させる竿になればいいかなという感じであります。で、これぐらいの長い竿を5ピースで、今回あのデニム仕様のロッドケースで持ってきましたけど、トランクにちょうどすっぽり入るんですね。そんなにコンパクトになって持ってこれるっていうだけでも結構大きいんじゃないかなと思います。で、今回ね、リールはね、まあ、ちょっと古いリールですけど、ツインパワー SW ですね。これ何番かな、8000番だと思うんですけど、あ、6000番ですね。で、ラインは四つ編みの P45 に、リーダーは今回はね、いつもナイロン巻いてくるんですけど、フロロカーボンのショックリーダー60本を巻いてきました。まあ、余裕のファイトでしたね。25キロぐらいの魚が、はい。で、竿はね、もう一本使って、こう量産が決まった、これアマゾンロッドですね。ジェットセッター 510C AM ですね。こちらの方をこう狭い川で釣りするように持ってきて、今回使いました。リールはカルカッタの、これはカルカッタコンクエストの300だったかな、301ですね。左巻きのカルカッタコンクエスト301に、4号で、リーダーは50ポンド、こっちナイロン巻いてあります。持ってきて、これでキングサーモンを狙う。まあ、今回かけることはこっちではできなかったんですけど、まあ、おそらく30キロプラスぐらいまでは耐えられるサーモンになっているので、まあ、南米ではこの竿はキングサーモンまで楽しめるんじゃないかなと。まあ、60g の、ね、スプーンまで投げられるので非常に重宝します。まあ、パタゴニア線の方もルアーでいうと 7g から 45g までがストライクゾーンで、重いものになると今回 60g までこうフルキャストで投げているので、本当に用途は広いと思います。で、ルアーはね、もうだいぶなくしましたけど、まあ、今回25キロを釣ったスプーンはこのシマノの35グラム、このカラーですね。このカラーで2本釣ってます。ただこれがね、この幅広で風に弱いんですよ。だからもう風が強くなるとちょっと投げられなくなるという感じですね。こういう幅広のスプーンメインで持ってきたんですけど、前回はね7本ともこういうスプーンで釣ってるんですね。去年よりね風がちょっと強いかなっていう感じが してるんですけども、この幅広になると空気抵抗を受けて全然飛ばないですよ。まあ、スプーンは本当にいろんなの持ってて、こういう細長いタイプ、この細長いタイプだとロングキャストはしやすいんだけど、やっぱ動きがちょっとタイトで、アピールが弱いですよね。逆に言うと魚がナーバスだったりスプークしてる時だとこういうタイプがいいんでしょうけど、今回はちょっと活躍しなかったです。で、風がなければ25
20g から 28g のスプーンが活躍するかですね。このあたりもどうですかね、どれぐらいかな、これぐらいのサイズね、この辺のサイズをキャストして 30g ぐらいがいい、結構なこのパタゴニア製の投げやすいですね。まあちょっとね、パタゴニアまで来て釣りをするなら本当にいろんなルアーを持ってきた方が、引き出しを増やしてきた方がいいかもしれません。スプーンだとね結構重くなってしまうけど、これだけ僕何個ですかね、まだこれで全部じゃないですけど、50個以上スプーン持ってきてもうちょっと持ってくればよかったなって思ったぐらいですよね、うん、これがリーダーです。バリバスのショックリーダー60ポンドもうちょっと細くてもいいかもしれないですね。で、まあ後から思ったんですけど、メインラインもちょっと太いかもしれないですね。4号 P4 号だと風が強いと本当飛ばなくてですね、3号40ポンドでも取れるですね。25キロ30キロちゃんとリールセッティングをしていけば、で竿がまあ硬すぎなければちゃんとレギュラーの、しなやかに曲がる竿だったらちゃんと取れるんじゃないかと思います。あとはテクニック次第ですけどね。で何を使ったかというと、こういうフェイスマスクも非常に重要で、今回僕また日焼けしちゃいましたけど、フェイスマスクで日焼けを防ぎつつ、日差しが強くて寒いんですよ。だからこの首元をこのフェイスマスクで覆ってるだけで全然違うので、ここに風が直接当たらないだけで寒くないし、で今回はキャップやハットではなくてこのワッチでね、まあ、ニットキャップでもいいですし、ワッチで過ごした感じですね、はい、でグローブはやっぱりちゃんとした方がいいということで、まあ、今回スピニングがメインだったんで、この赤の、人差し指がちゃんとあるタイプで釣りをしてます。うん、いやほんとね、風が強くてね、ルアーが飛ばないのがきついですよね。この背中からこの右肩が今ちょっと筋肉痛みたいな感じになってますけど、ほんと平続きの釣りみたいで、向かい風の強風なので腰を使ってちょっとギューって投げないと飛ばないんですよ、うん、でウェーダー履いてウェディングブーツ履いてるので、やっぱり体が重たいですよね。でインナーはね、今回うちで発売してたアクセフ、のこのインナーが役立ちます。これをね、下に加圧式のインナーをビチッと履いて、これだけで疲労がだいぶ違いますよね。体がこうキュッとなるし、もうこれは着るドーピングウェアと言ってもいい感じですね。体をちゃんと締めて、体を最後まで酷使することができるウェア、上下。出かける寸前に持ってこっかなと思って入れたんですけど、持ってきて正解でしたね。こっちが上ですね、うん、で汗かいても体外にこう水分を出して乾かしてくれて快適だし、これね、ずっとキャストし続ける釣りだとかジギングとか体を酷使する釣りにはおすすめのギアですね。結局最初の方に紹介した釣り具よりも一番自分が大切な釣り具なので、自分がどれだけ動けるかっていう
ことに関わってるんですよ。もちろん自分が自分の性能が高ければ高いほど魚を釣ることができるんだけど、道具が良くても自分の性能が悪かったら釣りが成立しないので、今回も金を5匹釣った人もいれば1匹の人もいて、釣れ、僕はその中で2匹でしょ。だからそれ人間の性能なんですよ、だから体が動くようにこういうインナーウェアだとか、あとはカッパだとか防寒ウェア、防寒はダウンを着たりフリースを着たりして体を冷えないようにして筋肉が最後まで動くようにしてあげるといいことですよね。そんなもんかな、今回去年に比べたらね、分数は上がらなかったですけど、でもまたいいサイズを釣ることができたんで結構満足度高いですね。あとは女性が2人来ていて、やっぱりなかなかこの環境だと釣るのが難しいけど、最後片桐さんっていう方の奥さんが釣ったのが感動的でした、このパタゴニア時間来るための時間も大変なんだけど、コストもかかって、なかなか来れませんけど、だいたいね、なかなかこういう話しないと思いますけど、時間はねどれぐらいですか、32時間ぐらいかかるわけですよ、飛行機で。でエルカラファテ、ブエノスアイレスからエルカラファテまで、国内線で飛んできてエルカラファテで一泊して、ここまでは、氷河の湖である、アルゼンチナ港を船で1時間2時間使ってここに到達、ロッジに到達するんですね。だから結構ね、32時間でエルカラファテまで着いて、さらに1日かかるから50時間かかる感じですよね、ここまで到達する。でもここで過ごす6日間は非常に楽しいし、こう別世界なので、いつかね来るチャンスがあるように頑張れば釣り人としては幸せじゃないですか。費用はね、1人80万以上かかりますだからここに来てる人たちはやっぱりこうリッチな人だったりとか成功した人が多いですね、日本人外国人ともに。なんかここに来れるように頑張ったらいいんじゃないかなと思う、ね、これを目標にしてもこの釣りをしたいという目標のもと、仕事も自分の人生に頑張ってもいいんじゃないかな、まあ成功してなくても100万円貯めれば来れますけど、ここに来るなんていうのかな、来るに足る人間になってた方がいいかもしれないですよね。ここにいる人たちもそうだし、ここのサービスを受けるにあたって、やっぱりある程度人生でうまくいった人、人生がよく分かってる人、人との付き合い方が分かってる人が来るとハマる場所だと思いますね。そうですね。ただ金があれば来れるかなと思ったらそうでもないかもしれませんけどね。来て、なんかこう場違いかなっていうふうに思ったりする人も中にはいるかもしれませんけど、とにかく時間と費用はそんな感じです。今回ね、一羽だけでこうまとめましたけど、
このエルカラファテからこのロッジみたいな雰囲気、パタゴニアの一部の雰囲気が伝わったのかな。またね、僕もまた時間を作っていきたいなっていう場所ですね。もう去年、来年はもう埋まってるそうなんですよ。再来年以降来るチャンスがあるので、また来れるように僕も頑張ります。キングサーモンの素材を見て終わりにしたいと思います。ということで、We all walk with an outer glow, living on our insides, casting shadows. The world's spinning around again. We all know, but we all pretend. Earth's spinning round again. Blood pumping round again. You said your name.You didn't know how to play the piano. Your feet soft on the beaten road, but you kept on traveling to the so-called unknown. Grande. It is the big fish. Yeah. でかいでかい。めっちゃでかい。Wow. 20.